皆さんこんにちは、村田治です。個展の準備のために動画のアップができませんでした。申し訳ありません。その個展なんですけれども、11月の21日から26日まで神戸の三宮で行います。ギャラリーの名前はアート美空間佐賀というところです。三宮の駅から歩いて、大体5分ぐらいのところですので、とても来やすいところかと思います。専用駐車場はないのですけども、周りに、昼間最大で1000円ぐらいの駐車場が結構あるということですので、そちらに停めていただければ車の方も来やすいのでないかと思います。こちらが佐賀の QR コードになります。佐賀のホームページの方で詳細はご覧ください。最終日がですね、午後3時までとなっております。ちょっと早いのでお気をつけください。会期中はすべて、私は画廊にいる予定にしています。個展ではこの YouTube のチャンネルで紹介させていただきました絵もたくさん出品する予定ですし、原画のご購入もできます。ぜひ気に入った絵がありましたらご購入して楽しんでください。そして、お約束といいますかお願いですが、個展会場に来られましたらぜひというか必ず YouTube 見ましたというふうに一言お願いします。よろしくお願いします。お会いできることをとても楽しみにしています。今日はですね、この案内状に使った絵の描き方をご紹介したいと思います。鳥取県の大山という山の、近郊に行きました。まあ牧草っていうか、まあ高原地帯といいますかね、山のふもとの美しい風景ですね。こちらが実際に利用した参考資料というか参考の写真になります。水がある風景を、そうですね、ちょっとブルーっぽい色で描きたいなと思っています。それでは描いていきましょう。はい、今回も紙はある種になります。だいぶ大きな絵を描こうと思っています。個展にね出品したいので、どうしてもこう大きな絵を少し描こうと思って意識して描いています。大きな絵の場合ですね、イーゼルに立てかけて描いた方が描きやすいので、絵の具を使ってない下描きの時はこれ立てて描いています。卓上のイーゼルですね、机の上にイーゼルを置くタイプですね。鉛筆は 2B です。この絵はですね、実際に描いたのがですね、実は9月の末ですね、もうだいぶ前になります。ちょっとポストカード用の絵にしようということで、それぐらいから描き始めました。ちょっともうだいぶ前ですよね、1ヶ月ちょっと前になりますかね。で、イーゼルからですね、外して色を塗ります。ハケで水をかけて、まあ下塗りですね。使用した絵の具なんですけれども、ウィンザー&ニュートンと、それから白いガッシュですね、ホルベインのパーマネントホワイトのガッシュを使っています。
ご覧になっている絵の具の名前のテロップですけれども、パレットというパレットで言いますと、上の一番右側から順番に並べています。一番右の上フレンチウルトラマリン、その左側がコバルトブルーというようになっています。今塗っている黄色っぽい色がローシエナになります。どうしても光をですね感じさせる色ということで、イエローっぽい色を塗って、それからウルトラマリンとかコバルトブルーですね、ブルーっぽい色です。それにパーマネントローズを混ぜて紫っぽい色にしています。この段階ではですね、まだ下塗りなので、あんまり実際の資料写真の色をコピーしようというわけではなくて、下からこうだんだん見えてくるというか、仕上げの時に向こう側に、光ってる色とかですねありますので、全体に綺麗な色といいますか、好きな色をこう散らしたりにじましたりしているという段階になります。いつもね、なんか紫が最近多いので、ちょっと紫少し少なくしようかなと実は思って描いてます。昔はと言いますか、数年前まではブルーの絵が多かったので、今回はちょっとそのブルーの絵をもう一度描きたいなと思っています。はい、それでは小筆を持って気持ちよくと言いますか、枝をね描いていますね。一番こう木の下のところを指でこすって、自然地面のところに馴染むようにグラデーションをつけています。これね、うまく描けると気持ちいいんですけど、これはやっぱり絵の具のつける量とか筆の穂先の加減とか、やっぱり慣れなんですよね。あとゆっくり描けばいいってもんでもないし、ほんと数描いて、水墨画のように描くと慣れるということですね。水墨画はほんと一発勝負ですので、かなり難しいかと思いますが、水彩画の場合はね、訂正ができますので、かなりそんなに厳密に神経尖らせてやることはないと思います。ラインがね、さっさと描けると綺麗なラインが出ますので、それを目指して描いてますね。それからこの地面のところが暗いので、今濃い色塗ってますけれども、ちょっとブルー系の色、それからパーマネントローズのような赤いので、紫を作った中に絵の具はバーントシエナとかを混ぜてですね、黒っぽい色にしています。でこれ描きながらちょっと資料写真をよく見てですね、白いところを残していると、明るいところを残して描いています。はい、水を霧吹きといいますか、スプレーで撒いて適度にこうにじむようにしたいと思います。今少し傾けてたんですけど、完全に平らにしました。とにじみって絵の具を塗る前にスプレーをかけるときと、それから絵の具を塗ってから後からスプレーをかけてにじませると、両方できますよね。今は後からスプレーをかけました。水面も明るいところはこのイエローですね、ウィンザーイエローをちょっと混ぜて明るいところから描きます。そして水面も完成させるまで描くんじゃなくて、また
同じイエローっぽいところ、明るいところ、葉っぱのところですね、葉のところを今描いています。まあこの繰り返しでね、ずっと完成度を上げていくといいますかになりますので、まあ全体ですね、全体に描いていくというかね、一箇所でを完成させるんじゃなくて全体を見ながら描いていくと。あと光をね、描くときにはやっぱり影をね、思い切って暗くした方がいいと思います。で、今回もこの影をね、暗くすることによって光を表しています。今少し太めの筆で広いところ描いてますね。で、ブルーにしよう、ブルーにしようっていう意識がちょっとあるので、ブルーを多めに使ってますね。そう思っててもやっぱりちょっと赤を混ぜて紫にしちゃいますね。どうしてなんでしょうか。まあしょうがないですよね。なんか紫ってすごくいい色で、高貴な色といいますか、スピリチュアルな色ということですので、上品でね、精神的な色だと思います。まあ、木もね、いろいろな描き方がありますが、こう点描のようにですね、ちょん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 と今回は描いています。これ少し水をつけて拭き取っています。明るいところね、またちょん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 と描きます。ここで少しホワイトガッシュをかけました。パレットの上に少しだけ見えてる絵皿にホワイトガッシュを入れてます。とだん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 、濃いところですね、描いています。白くホワイトガッシュで、木のところを実は描いたんですけど、ちょっと絵の具塗りすぎになるので、どうしても後からこのように、水筆で取ります。で、光を表すというか自然にさせますね。またまたこれ水筆で取っています。ここでですね、ちょっと試しなんですけど、マスキングインクでしたっけ、なんかマスケットインクとかね、いう、まあ、商品名によるんでしょうけど、マスクする絵の具がつかないようにするインクですね。それを塗っています。点描、これ後からこの塗ったところを取って、まあ、光の点々にしたいと思っています。これ途中でね、マスキングインクを使うっていうのを今回ちょっとやっているんですが、真っ白な紙の時にね、マスキングインクつけとくとあまりにも白く抜けちゃうので、不自然な感じになるので、今回はある程度絵の具をのせて後で、マスキングインクを使いました。どれだけね、はっきり出るか効果があるかはわからないんですけど、まあちょっと何でも試してみようということですね。ウィンザード・ニュートンね、チューブがちっちゃいのですぐ絵の具なくなっちゃうので、また今追加してますね。そして太い筆でパレットを一回こう掃除しています。全体を、まあこの筆はちょっと悪い筆ですけどね、水をつけた筆でパレットを濡らして一回きれいにします。ティッシュペーパーで、拭き取ってですね、きれいにします。
途中ですね、何回かこのようにパレットを掃除して絵の具が濁らないようにしています。で、ここでは今度はですね、緑色を作りまして、また点描的に、まあ点描的に言っても点点点とやるよりは少しこう、なんていうのかな、こうご覧になっているような形ですね、ジグソーパズルみたいな形ですか、に描いているという感じですね。あんまり点点点としちゃうと、丸のね、点々にするとおかしいので。で、ここでですね、ちょっとガッシュを混ぜた、少し薄い黄色ですね。で、水面の明るいところを描いています。で、ブルーですね、ブルーで、ちょっと水面を描いていきます。まあ、いっぺんに水面を塗るんじゃなくて、今回は少しずつ少しずつ描いていくと、このように描いていくという形ですね。ちょっと暗くなりすぎたところ、また水筆を使って、これちょっともう傷んだ筆なんですけど、これでこすりと取ります、絵の具を。ある種はどうしてもね、こすり取るのが難しいんですけどね、紙が良いので。そうして、今度またブルーですね、ブルーを塗っています。ちょっとアップでご覧いただきましょう。こんな感じの、言葉ではちょっと表現しづらい筆使いで描いています。水面のところをね、ちょっとにじませたいというので、スプレーしました。先ほど細かく描いた上にですね、また大きな筆で塗ります。先ほど描いた絵の具のラインも消えませんので、微妙な表現ができます。少しイエローを混ぜて、葉っぱの明るい部分塗っています。で、少しずつ少しずつこうリアルな感じにね、していきます。で、ここでまたガッシュを飛ばしてますね、ガッシュの白。これは実際の写真にはありませんけれど、イメージで光の点という感じですかね。で、これがですね、ゴム、先ほど塗ったマスキングインクの乾いたのを取るゴムです。ゴムの板みたいな感じですね。まあ、消しゴムとか指でやってもいいんですけれど、こういう専用のゴムっていうんですかね、便利です。これで今マスキングインクの部分を取ってますけど、まあ正直言ってそんなにはっきり効果は出なかったかなって感じですね、今回ね。まあでも幾分その重なり具合がマスキングインクのところ綺麗になったんじゃないかと思います。はい、最終的にはこれで出来上がりになります。ちょっとマットを置いて綺麗な状態にしてみました。いかがでしたでしょうか。今回は水辺の木を描いてみました。鳥取県の大山というところにある小さな池のほとりの風景でした。ブルーっぽいですね、光あふれる絵ができればいいかなと思って描きました。ここまでご覧くださいましてありがとうございました。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。水彩画で幸せになってください。